ついに、台湾初の自国建造潜水艦、ハイクンが、ドックから洋上へ展開した。今回は、ハイクンの洋上試験開始について、詳しく見ていきましょう。アメリカの最新鋭技術も詰め込まれた、通常動力型潜水艦となっており、日本の太平洋型を超えているのではないかという話も出ているくらいだ。2024年2月27日、台湾南部の高雄にある造船会社 CSBC 台湾国際造船が、2023年9月28日に進水した台湾初の国産となる通常動力型潜水艦ハイクンを非ドックから出溝させた上で、高雄港内において各種タンクの水密性や重量制御に安定性やバラストのチェックなどの試験を実施し、問題ないことが確認された。昨年の進水式の際には船体全体が台湾国旗を表す幕で覆われていたため、詳細な構造は見ることができなかったが、試験前に乾ドックへ移動された際に、ハイクン全体像がはっきり確認できる状態となり、岩子神型に、高周波ソナーや側面のアレイソナー、6門の魚雷発射管、排水口など、船体各部の構造や形状が明らかとなった。中国が、2027年までに台湾侵攻を実施すると、様々な専門家が予測している中、中国海軍が空母やイージス艦、強襲揚陸艦などの進行に必要とされる大型艦艇を次々に建造していることへの対抗策として、旧式化した4隻の通常動力潜水艦の刷新を図らせるために計画された潜水艦がハイクンなのだ。ハイクンは、ディーゼルエレクトリック機関を持つ通常動力型潜水艦であり、水中排水量は2500から3000トン、全長70から80メートルほどで、海自で水中排水量4000トンを超える太平洋型や双竜型よりも一回り小さいが、戦闘システムに関してはアメリカから最新のものが供与されたようだ。蓄電池には双竜型の11番艦の鴎竜や12番艦の東竜のほか、太平洋型潜水艦に使用されているリチウムイオン蓄電池が搭載され、長期間の潜航を可能とし、水深の浅い台湾海峡に潜むには通常動力型潜水艦より騒音が大きい中国海軍の原子力潜水艦よりも有利だと言われている。加えて双竜型や太平洋型との共通点として X 字架字が採用されており、これらのことからハイクンの開発に日本が絡んでいるのではないかとも噂されていた。その噂は字意識過剰な部分があり、実際に X 字架字は日本の潜水艦が採用する以前からヨーロッパで導入されている技術であり、リチウムイオン蓄電池に関しても日本独自が開発して他国が使用できないわけではなく、日本が台湾にそれらの技術を伝えた証拠にはならない。ただし、通常動力潜水艦の性能においては、世界一と評価される日本の潜水艦開発、製造技術が台湾に伝えられている可能性があるということだけでも、中国への牽制となるだろう。しかも、台湾は、今後、このハイクン級を8隻建造する計画を立てていて、日本円で、1兆6000億円の予算を組んだ。現時点で、台湾海軍における潜水艦戦力は、通常動力型潜水艦4隻となっているが、いずれも数世代前の旧式潜水艦であり、最新の海虎でさえ収益は、1988年で、慣例はすでに36年ほどである。それでも、台湾海軍では、海竜級通常動力潜水艦の2番艦、海虎を、文字通り、虎の子として、現在も運用している。海虎の初舷は、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルとされ、ディーゼルエレクトリック機関による速度として、水上最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射管からは、ハープーン対艦ミサイル SSM を発射することができる。これらの性能だけを見れば、現在においても十分に通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに、3世代前の主力潜水艦として、
現時点で、そのすべてが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に、乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であると認識して良いレベルだ。要するに、中国海軍が保有している潜水艦の性能には到底及ばず、世界的に見ても低レベルとされている中国軍の哨戒能力であっても、ウミトラは探知が可能とされており、さほどの脅威ではない。もともと、海竜級潜水艦のベースはオランダのツバ・ルトフィ級通常動力潜水艦であり、改良された海竜級を台湾海軍は当初6隻購入する予定であったが、これに気づいた中国がオランダ政府に対して購入を阻止するがごとく、強い外交圧力をかけ、それに屈したオランダ政府が追加契約を破棄したことによって、わずか2隻の購入しか許されなかった。この2隻の他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦については論外であり、いずれも太平洋戦争末期に建造された米海軍の通常動力型潜水艦で、その退役後に台湾海軍へと売却されたものであることから、軍事評論家などの間では骨董品とも揶揄されているレベルである。その骨董品のうちの1隻、海氏は、1945年に就役した米海軍天地級通常動力潜水艦カットラスであり、1973年12月4日に台湾へ売却されており、慣例にすると80歳くらいだ。ご老体であることは間違いなく、近年においては、艦体の耐圧柄の歪みが発覚したり、艦体各所に金属疲労が発生したりするほどで、水深20メートルくらいまでしか潜れないのではないか?と噂される潜水艦である。そして、もう一隻のアザラシも同じく、1946年に就役した米海軍のパラオ級潜水艦タスクで、やはりアメリカ海軍退役後に台湾海軍に売却されたものであり、海氏とほぼ同じ規模である。両艦とも、近年の潜水艦では装備されていないような艦上の5インチ砲 40mm 機関砲 20mm 機関銃が搭載されたまま運用されており、アザラシも海氏と同様に金属疲労が著しい全近代的な潜水艦として、その実用的な潜水深度はやはり 20m ほどではないでしょうか。このように台湾海軍の潜水艦は、慣例40年以内の海竜級2隻はまだ戦えるとしても、慣例80年近くになる海氏とアザラシの骨董品2隻は、いつか近い将来に先行事故を起こす可能性が高いと指摘されており、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないだろう。中国が台湾侵攻を進める際に、中国軍は、海と陸から台湾封鎖を試みる可能性が高く、その中で台湾が強力な潜水艦を保有することは、中国海軍の海上行動を抑止する大きな要素となるため、是が非でも手に入れたいところだと思慮する。しかし、台湾は中国が国際社会にかける外交圧力によって、海竜級潜水艦が2隻しか導入できなかったように、西側諸国から最新鋭潜水艦を購入することは完全不可能に近く、また、潜水艦を自国で建造する技術も持っていない。確かに、空と海上では、ある程度の戦力を台湾軍は有してはいるものの、現代戦においては、極めて重要な戦場となる海中の警戒態勢が脆弱であることは、台湾にとって大きな悩みの種であり、台湾海峡を渡ってくる中国海軍は、どのような手段を使ってでも、台湾海軍の潜水艦戦力の増強を今後も阻止してくるだろう。現に、海空が浸水した際に、中国側は、即座に反応して、身の程知らずだという声明を発しており、これまでも、中国は、自国にとって、大きな脅威となり得ると思われることに対しては、すぐに過剰な反応を見せてきたことから、台湾海軍の海軍級潜水艦の導入が進むことを警戒しているとも言える。国際社会では、台湾海軍の潜水艦戦力の増強が早いか、中国の台湾侵攻が早いかといったことに注目しており、その影響が大きく出るのが、次の中国主席を決める2027年とも言われている。
増税メガネこと現岸田首相の北朝鮮訪問が突然報じられました。そんな中、日本の F3 戦闘機開発が注目を集め、2030年には初号機の製造開始という情報を入手しました。今回は、日本、イギリス、イタリア3カ国での開発加速と2035年日本 F3 戦闘機完成予定について見ていきます。日本が独自に設計したエンジン新進や XF9 を量産していけばいいのでは、という意見が多いようです。2035年から退役予定になっている F2 戦闘機後継の次期戦闘機の開発ですが、2020年10月に三菱重工業が主幹になって、7社、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC が参画して進められてきました。しかし、これまで単独での戦闘機開発の経験に乏しい日本だけで、次世代戦闘機を純国産で開発するにはかなり難しいと予想されました。とこで、戦闘機開発における最新技術を持っている海外企業との技術連携が必要となり、協力企業として、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社が挙げられていたのです。この3社の中では、すでに航空自衛隊に導入されている F-35 ライトニング2や世界最強とも言われている F-2 にラプターなど第5世代ステルス戦闘機を開発した実績を持ち、F-2 戦闘機のベースとなった F-16 ファイティングファルコンの開発元でもあるロッキード・マーティンが技術提携先として最有力視されていました。2020年12月には、ロッキード・マーティンにほぼ決定され、さらに次期戦闘機テンペスト開発を進めていた BAE システムズやロールス・ロイスなども共同で開発を進めているレーダーやエンジンなどと同様に協力を依頼する方針ということが報道されていたのです。しかし、問題がありました。ロッキードとの技術提携には F2 や F35 製造で培われたステルス技術が活用されるだろうと期待が膨らみましたが、かつて同社の F-16 をベースとして開発した F2 戦闘機の重要システムの肝心な部分の情報がブラックボックス化されたため、アメリカ側の了承なく日本が回収できないという弊害が生じたので、次期戦闘機に関しても同様の状況が懸念されていたのです。一方、イギリスはユーロファイタータイフーンの後継機種として次期戦闘機テンペストをイタリア・スウェーデンと共に共同開発を進め、ヨーロッパの次期戦闘機の座をフランス、ドイツ、スペインの共同開発による F キャスと争っていました。イギリスはテンペストの開発費用確保と経費削減を狙ってテンペストと同時期に次期戦闘機収益を目指している日本に接近していたと推測され、日本はロッキード・マーティンとの技術提携を不安視しているので、両者の思惑が一致したわけです。これによって2022年5月、日本政府関係者は、政府が、これまでの方針を大きく転換し、海外の開発支援企業をロッキード・マーティンから BAE システムズに変更する意向ということを明らかにしました。この方針転換の背景について、軍事評論家などが理由を考えているようです。アメリカでは、第6世代戦闘機の開発計画が進んでおらず、ロッキード・マーティンの関心が低く、技術提携に乗り気ではないということ。次期戦闘機との連携度は高くはなかったのです。イギリスとは、テンペストと次期戦闘機の開発時期がほぼ重なる上に、レーダーやミサイルなどの装備品分野でも、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることを理由として挙げるようです。2022年7月19日、イギリス政府は、日本とイタリアの3カ国の協力を強化して、次期戦闘機の共同開発を実施すると発表。日本とイギリスにイタリアが加わった理由については、テンペストの開発にイタリアが参加していたこと、イギリス政府は、日本とイタリア両国が、共に F-35 を運用していること、過去に共同演習を実施していることなどを挙げました。さらに、8月14日、日本の複数の政府関係者は、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト開発計画を統合し、
共通の機体を開発する方向で最終調整に入ったと明らかにし、イタリアが参画することも公表しました。そして、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、第6世代ジェット戦闘機の共同開発プログラムとして、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP、グローバル・コンバット・エアープログラムを立ち上げ、共通のジェット戦闘機を共同開発して配備することを発表。2024年内に、各国や各企業の開発担当や費用など分担詳細を決定し、2030年に初号機の製造をスタートし、2035年には納入するというスケジュールを明らかにしました。GCAP に参加する企業ですが、日本は三菱重工業が主契約者となり、三菱電機が電子機器担当、イギリスの主契約者は、BAE システムズでエンジン開発担当としてロールスロイス、ミサイル開発には、MBDA UK となります。イタリアでは、レオナルド S.P.A. が、主契約者で、イギリスにミサイル開発を担当する子会社のある MBDA が、ミサイル開発で参画しています。なお、GCAP に、サウジアラビアが参画を希望していると、イギリスのファイナンシャルタイムズ紙が、2023年8月11日にスクープとして報じています。7月に、岸田首相がサウジアラビアを訪問した際、参画への希望を伝えていたと言われますが、2024年2月時点で、サウジアラビアが GCAP に参画するという情報はありません。イスラエルのガザ地区侵攻や、それに絡んだイエメンの風刺派による航海での西側諸国の民間船舶攻撃などの影響があるのではないかという推理もあるようです。2023年9月、日本、イギリス、イタリアの各政府は、次期戦闘機開発を統率するための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと、複数のメディアが報じていました。本部はイギリスに置き、組織のトップに日本人が就任する方向で調整されているとして、年内にも正式合意する見通しであることも伝え、同時に、3カ国間で、本部の所在地などを盛り込んだ政府間組織創設に関する条約を締結する予定で、日本政府は来年の通常国会に条約案を提出し採決する方針ということです。また、開発の中核となる日本の三菱重工業と、イギリスの BAE システムズ及びイタリアのレオナルド S.P.A. は、政府間組織からの発注に基づき、機体設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるそうです。その JV の本社機能をイギリスに置き、初代トップはイタリア人が就任する方向とみられます。なお、政府間組織と JV のトップについては、数年ごとに3カ国から交代で就任するとされます。交代によって、人事と本部の所在地など、形式上3カ国のバランスを取った形になるわけですね。日本では、どちらの組織の本部もイギリスに置かれるので、日本政府がこれまで掲げていた次期戦闘機を日本国内主導で開発するという前提に反するのではという指摘もあります。しかし、その反面、戦闘機開発においては、イギリスに1日の長がありますし、開発に必要な技術を保持しているので、両組織の本部をイギリスに設置するのは妥当だという声もあります。イギリスが中心となって開発を進めてきたテンペストは、日本の次期戦闘機よりも進んでいたとされ、企業や研究機関が、テンペストの開発のためにこれまでに結成したチームテンペストでは、イギリス政府から開発・製造コストを抑え、生産性、効率性、持続性を向上させる技術革新との要求を満たすべく、コンピュータ上で設計作業を行い、試験も、可能な限り、現実世界とコンピュータ上の仮想空間を融合させた XR、拡張現実でシミュレーションで行うデジタルエンジニアリングを活用し、製造までの工程を自動化する方針を明らかにしました。これによって、BAE システムズでは、2020年、航空機開発・製造の拠点に、テンペストの開発・製造を行うインダストリー 4.0 ファクトリーを開設、3D プリンターを活用し、部品を製造、その試作品の展示を行っていることなどから、このファクトリーのあるイギリスに、
政府間組織と JV の本部を設置することは合理的であるという見方が大勢を占めているようです。河野氏が防衛大臣の時にイージスアショア計画を白紙撤回してから数年が経ち、イージスシステム搭載イージス艦の計画がついに動き出す。このイージスシステム搭載艦に2024年度予算案で3731億円を計上した流れを詳しく見ていきましょう。それに伴い早期導入が叶ったとも言えるトマホークが今年から装備されていきますし、人認識能力向上型も1年前倒しで量産されます。ある意味では白紙撤回からの危機感なんです。まずは2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において、財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談し、イージスシステム搭載艦の一隻あたりの建造費として3371億円を計上することが決定したことを公表した。このイージスシステム艦の導入の経緯として、1998年に実施された北朝鮮のミサイル発射実験において、デポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件を発端にし、日本の領空が危険にさらされると判断した防衛省が、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦、DDG と航空自衛隊が配備しているパトリオットミサイルによって対処する体制を整備した。しかし、この体制は、当時の現有装備の最大活用という対応に過ぎず、特に、イージスシステム搭載護衛艦が、ミサイル防衛、通称 BMD のためのパトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が、激しい南西諸島方面への展開や、必要な練り度を維持するために必要な訓練時間が確保できなくなることが懸念されていた。このことから、北朝鮮の弾道ミサイルに対する BMD 任務専従とさせるため、イージス艦におけるイージスシステムを丸ごと陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決まり、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備として、イージスアショアの導入が決定された。防衛省は、秋田県と山口県への配備計画を進めようとしていた2機のイージスアショアが、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることに関して、配備反対の声を上げる地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、決定から3年後の2020年6月15日に、当時の河野太郎防衛省が、導入計画の中止を発表した。しかし、すでに、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー、スパイ7と、イージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに生かす案として、地上の制約を受けない洋上の艦艇、あるいは建築物などへ搭載して転用することを決めた。洋上への転用方法について議論される中、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたが、敵の攻撃に対する防衛力や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新しく建造してイージスシステムを搭載する案が有力となった。日本政府は、2020年12月18日、新たなミサイル防衛システムの整備等、及び、スタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議において、スパイ7とイージス武器システム、ベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を、新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを決定した。このベースライン J7B は、海自の最新イージス艦、マヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型であり、このシステムに、米海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン QC2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD5.1 が統合されており、さらにオープンアーキテクチャ化することによって、これから、
米海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新機能を利用することができるらしい。イージスシステム搭載艦の設計においては、敵国の弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応しなければならない。そのためには、24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用などを目指す。また、将来的に開発されると予測される装備品の運用を、わずかな改修で可能にするような拡張性など、多種多様な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と、同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることと謳われている。イージスシステム搭載艦の主兵装には、艦対空スタンダードミサイル SM-3 や弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応できる SM-6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を叩くための反撃能力として、射程延伸改修の後に導入が予定されている艦艇発射タイプの一認識地対艦誘導弾能力向上型も搭載される計画である。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に備え付けられる垂直発射装置 VLS は200セル以上とされており、これは米海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セルを凌駕し、水上戦闘艦としては世界最多となる。2023年8月に1隻3797億円の概算要求が認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたり、物価高や円安の影響で上がっている防衛費を抑えるために、実効的なプロジェクト管理体制を構築し、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求められた。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備には、スパイ7イージス武器システムとベースライン J7B 及び、米海軍が開発した共同抗戦能力 CEC が搭載される予定だが、その搭載レーダーの白紙化の検討も求められている。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーはスパイ1リであり、米海軍のイージス駆逐艦アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製スパイ6が導入されていることから、イージスシステム搭載艦にスパイ 7V1 を搭載することが専門家たちから指摘されていた。しかし、防衛省では、イージスシステム搭載艦にスパイ 7V1 を採用する理由として、性能面においてスパイ7とスパイ6との間に大差がないことや、未試験や維持、運用に必要となる経費を含めた経費総額で比べると、スパイ7の方がスパイ6よりも安価となること。現時点で SPY6 へ変更した場合には、調達スケジュールにおいて、さらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY7 の導入予定に変更がないことを強調している。これらの防衛省の主張は、すべてが後付けであって、陸上のイージスアショア用としてスパイ 7V1、2機の購入をロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでに取られた経費の700から800億円が回収できなくなるからではないかと指摘する声が上がっているが、防衛省としては、スパイ 7V1 を選択するより、他には道がなかったのかもしれない。財務省側から出た搭載レーダーの白紙化という発言は、強気の防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存のスパイ1で、イアスパイ6などと競合させて、導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないでしょうか。